好きなんですか、それ。私も好きです。でも、いざ自販機の前に立つと迷いますよね。何をどれだけ飲めばいいのか。あなたのおすすめはありますか？それを選ぶ通であれば、チョイスにも信頼が持てます。MG ミックスジュースと見せかけて、実はマンゴージュースのあの飲み物ですね。自動販売機のジュースなのに、1個10万円相当の超高級マンゴーを使用しており、そのあまりのうまさに昇天する人が後を絶たず、ミラクルジュースの異名を取る隠れた名品です。有名なエンターテイナーやバスケ選手までが愛飲しているという噂もあるほどで、これを選ぶとはやはり一味違いますね。でもこのジュース、お値段も結構するんです。残念ながら今日は現金の持ち合わせがありません。他におすすめはありませんか？あ、そうですよね、やはりこういうのは己の胃袋、心の声に耳を傾けるべきですよね。そういうところもきちんとしているなんて、やっぱりあなたは他の人とは一味違うみたいですね。お会いできてよかったです。では、ちゃんと自分で考えてみることにします。どれがいいでしょうか。選べない。店へ戻るぞ。エリカは2、3日入院する。そっか、入院になっちまったか。ここんとこ調子良かったのにな、お嬢。言っておいて欲しかったって。言ってどうなる。聞いていればエリカを外に出さなかったか。エリカを閉じ込めておけばよかったって。そうすればあいつが喜ぶとでも。そうすればあいつの病気が治るのか。お前に話せば解決したか。お前がエリカの面倒を見てくれるのか。俺の色々大変なんだ、あいつ。両親亡くしてから一人でお嬢の面倒を見てきたからさ。気にすんなって。そういや、又吉さんに会ったんだってな。元気だったか、あのおやっさん。あの人には昔よく世話になったんだ、重度の時に。ま、この話はそのうちな。ともかくお嬢が戻ってくるまでチームとしての活動はなしだな。
さあ行こう。Thank you.
私だ。犯人探しは順調かな？そうか。カヤバも犯人ではなかったか。では次のターゲットを教えよう。なぜそんなことを聞く？なるほど。私の情報の真偽を疑い始めたようだ。私と直接会って話がしたい。そうでなければ信用できないと言いたいわけだ。確かに君は信用に値する優秀なハッカーに見える。いいだろう。直接会うとしよう。それでは明日、エデンのオープンスペースで待って。